はい、どうもこてつです。本日は2023年9月4日、新潟県にやってまいりました。本当にね、ずっと来たかったんですけど、まあ念願ということでね、今日は本当に楽しみにしてるんですけども、新潟県の長岡市を巡っていきたいと思います。こちらにもですね、たくさんのですね、戦争に関わるですね、戦跡残っておりますので、今日はね、この辺りを巡っていきたいと思います。このチャンネルはですね、各地の戦跡を巡りながら、命の大切さや平和の大切さを伝えていきます。応援していただける方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、行きましょう。現在時刻まだ朝5時半ぐらいなんですけども、今日はですね、東京から夜行バスでこちらに来ましたけども、いやーもうなんかいいですよ。長岡駅のロータリーなんですけども、思った以上にですね、でかいんですよ。朝ね、ちょっと早いっていうだけあって、人がね、そこまでいなかったりとか、お店が開いてなかったりするんですけども、多分これ普通のというか、もう数時間したら人もたくさん増えたりですね、お店も開いてきて、結構賑やかではないかなと思っております。長岡駅にはですね、ふるさと長岡の人々ということで、まあ、今回のですね、もう、僕が一番行きたかった山本五十六さん、あとはこの河合継之助さんですね、この方もですね、まあ、戊辰戦争ですね、旧幕府軍とね、新政府軍のね、どちらにもつかずですね、中立の立場で戦争反対して戦争を行わないようにね、したなんですけども、時代の流れに飲まれていきましてですね、戦っていくことになっていって、最後ですね、逃げる途中にですね、新政府軍の攻撃によってですね、足を撃たれて最後亡くなってしまうんですけども、こちらにはですね、長岡戦災資料館ということでですね、終戦間際にですね、この長岡もですね、長岡空襲ということでね、空襲の被害を受けているんですけども、そのね、資料が展示されているということでなんですけども、あちら側がですね、もう駅なんですよ。なので徒歩5分ぐらいでもう来れるような場所なんですけども、休館日がですね、毎週月曜日ということで、今日月曜日なんですよ。入場料は無料で見れるということでね、あと、時間はですけど、午前9時から午後5時までね、見れるということなので、ちょっと外からだけなんですけども、このようにですね、太平洋戦争の時のお家の民家を、今このようにね、外からちょっと見れるような感じだったんで、せっかくなんでここだけでもと思いましてですね、こういうのもね、本当に当時こういう感じだったんですね。お家にこういうのが貼られてたんですね。いや、本当にこういうのだけで見れるだけでも本当にありがたいと思いますね。こちらはですね、模擬原爆が投下された跡地となります。1945年の7月20日8時18分に長岡市の左近町にあるこの地にですね、1個のですね、模擬原爆がですね、投下されました。当時はですね、ここに大きな穴が開いたそうです。この爆弾の投下によって亡くなられた方が4名、そして怪我された方、負傷者の方が5名となっております。場所なんですけども、こっち側がだいたい信濃川があります。本当にずっと奥が新潟市ですね、方角的には。そしてですね、この右側、この辺りがですね、長岡駅の方面となるんですけども、当時ですね、アメリカはですね、こちらにあるですね、工業地帯の方をですね、狙って投下しようとしたんですけども、そのレーダーの誤りとかもありですね、左近町の方に誤って投下されました。大阪の動画でもですね、模擬原爆についてですね、お話ししてますので、まだね、ご覧になってない方はそちらの方もご覧いただければと思います。これがですね、ここに投下された模擬原爆となります。長崎に落とされた原子爆弾とほぼ同じ形ですね。パンプキン爆弾とも呼ばれるんですけども、なぜね、このような爆弾をね、落としたのかと言いますとですね、アメリカは、自分たちがね、被爆をしないように、その、訓練として模擬原爆の投下の訓練を行っていました。土手の上にいるんですけども、本当に今は穏やかということなんですけどもね、78年前そのようなことがあったということをですね、本当にいろいろ考えさせられます。平和には本当に感謝だなって思いますね。せっかくということで信濃川を見に来ました。信濃川すごい大きいですね。新潟県と長野県をね、繋いでるみたいなんですけども、全長は367キロということで、とんでもなく長いですよね。こっち側がですね、新潟方面で日本海側に最後流れていくみたいで、こっちが多分長野県の方に、方角的にはあっちあるんですけども、あの辺がなんか長岡の花火大会の会場みたいですけど、地図だとそうやって出てますけど、地元の方、知ってる方いたら、もしコメント欄とかで書いていただければと思いますけど、あっち側には山があってね、いやー気持ちがいいです。普段東京にいることが多いんでね、なかなかこういう自然に囲まれたというかね、山を見ることがないんで、非常に気持ちいいですね。こちらがですね、河合継之助の記念館となります。先ほどもお話ししたんですけども、戊辰戦争ですね、旧幕府軍と新政府軍の戦い、そこでですね、この長岡藩としてですね、戦争反対してたわけなんですけども、旧幕府軍にも新政府軍にもつかずにですね、中立の立場にいたんですけども、時代の流れには勝てずにですね、戦争に巻き込まれていって、最後ですね、新政府軍の攻撃を足に受けてですね、最後ね、戦死されてしまうんですけども、
この方がですね、河合継之助さんです。本当に侍っていう感じですよね。映画の峠最後の侍でですね、この河合継之助さんをですね、役所広司さんが演じてる、そんな映画があります。この河合継之助さんが主人公としてどういう人生を歩んでいたか、まあ本当ですね、そういう映画もね、ぜひね、まだ見てない方とかもね、もし見ていただければと思いますけどね、せっかくだと思ってね、今日来ました。時間はですね、10時から午後5時まで。休館日は毎週火曜日ということですね。料金がですね、大人が200円、大学生、高校生が150円で、中学生、小学生が100円ですね。見てください。これですよ。かっこよくないですか？河合継之助記念館。うわぁ、じゃあね、せっかくなんで入っていきたいと思います。こちらはですね、レプリカなんですけども、ガトリング砲ですね。実際にですね、新政府軍が攻めてきた時にですね、長岡城の門の前でですね、ガトリング砲をね、放って、まあ、撃退したということですね。記念館の方たちが勇士を募って作ったみたいなんですけども、めちゃくちゃかっこいいですよね。これがですね、映画の峠、最後の侍。あーなんかこの撮影風景とか、いやーもうなんか感動します。河合継之助の生き方とかね、そして葛藤の中で戦争をね、していかなきゃいけなくなってしまったっていうね。この映画だけでもね、すごくこう、激動の時代があったんだっていうことをすごい感じられると思うのですね。この映画で2000人ぐらいの方がたくさんね、動かれたようです。映画一本作るって本当に大変だと思いますけど。で、こちらはですね、実際に映画で使われた、ものですね。監督さんのお名前が入ってるそうなんですけども、こうやって飾ってもらってることね、本当にありがたいなと思いますね。こちらはですね、河合継之助のゆかりの庭となります。ここのね、資料館の方に聞いたところですけど、この灯籠とか岩とかですね、もしかしたら当時のものではないかということなんですけども、いや、当時のものだったら本当にすごいですよね。こういう岩とかも本当に当時のものかもしれないということで、ありえますよね、本当に。当時ね、こういう感じの場所をね、また自分がこうやって歩けてる。いや、これだけでも本当に感動なんですよね。ということで、やってまいりました。こちら、山本記念公園となります。山本五十六元帥がですね、誕生した地となります。ここね、来たかったんですよ。念願ですね。ここにも書いてあると思うんですけども、山本元帥誕生の地ということでね、早速中入っていきましょう。公園の敷地内は、このようになっております。とても静かですね。公園の奥にはですね、このように山本五十六元帥の銅像が立っておりますけども、山本五十六元帥どんな人物かと言いますとですね、先ほども少し駅でご紹介させていただきましたが、明治時代に生まれ、このですね、新潟県の長岡市の六男として誕生しました。山本元帥はですね、アメリカと戦争することは非常に反対しておりました。しかしですね、これもですね、時代の流れというか、日本全体がですね、戦争に向かっていくことになりましてですね、太平洋戦争の開戦となったですね、真珠湾攻撃、あちらのですね、指揮を取ることになりまして、連合司令長官としてですね、戦闘の指揮を取りですね、真珠湾攻撃に臨みました。そしてですね、1943年、日本の暗号文を解読していたアメリカにですね、待ち受けされ、日本から南の島ですね、ブーゲンビル島という場所なんですけども、そこにですね、待ち受けされて、撃墜されて、戦死されました。そしてですね、この公園には、その山本元帥が生まれ育った場所、このお家ですね。これが今ここにあるんですよ。このお家は自体はですね、終戦間際の8月の長岡空襲によって焼けてしまったんですけども、その後ですね、再現されまして、このように残されているということでね、これずっと来たかったんですよ。ではですね、中に入っていきましょう。来たー。行きましょう。入るとすぐにですね、山本元帥のお写真があります。いやーかっこいいな。ということで入ってまいりました。いやー嬉しいです。匂いはですね、やっぱ畳が引かれている分、その畳の匂いというか、しますね。役所広司さんですけども、同じくですね、ここでもね、山本五十六ですね、太平洋戦争70年目の真実のね、映画出てます。これがね、本当にね、素晴らしい映画なんでね、もうぜひまだね、見てない方、本当見てほしいなと思いますけども、右上にも書いてあると思うんですけども、誰よりも開戦に反対した男がいたんですよ。もう一つ、奥に入ってまいりました。こちらのお部屋、今度行きましょう。このお部屋にはですね、山本元帥が書かれた、常在戦場というね、言葉が刻まれております。常在戦場というのは、まあ、簡単に言うとですね、まあ、日頃から緊張感を持って物事に臨めということですね。山本元帥が若い時ですかね、若い時のお写真があります。こういうのをね、残していただけてることがね、本当にね、ありがたいっていつもいつもいつも思っております。さらにね、もう一個お部屋あるので、こちらの方も行ってみましょう。こちらの方入っ
ってまいりました。こちらはもしかしたら寝室なのかもしれないですね、当時。ただですね、左にすごいものがありますよね。見てみましょうか。こちらは山本元帥の石膏ですね。はあ、本当にそのまんまという感じですけども。この通り、なんかちょっと触るのはあれかなと思うんでやめますけども、このようになんか布団っぽいような感じがあるので、ここが寝室だったのかもしれないですね。こちらが奥さんの玲子さんですね。はい。山本元帥の一目惚れでお見合いを得て結婚したそうです。もう感動です。もう感動の連続しかありません。こちらにはですね、真珠湾攻撃時の伝聞ということで残されております。ここにですね、GF 長官と書かれていますけども、これはですね、連合司令長官という意味ですね。ここに暗号略号ということで、トラトラトラと書かれているのわかりますかね。意味としては、千里行って帰る虎になぞらえた我、奇襲に成功せりというものですね。ただ、成功せりと言っているものの、奇襲が成功したではなくて、奇襲攻撃を行ったということなんですよね。ちなみになんですけども、作戦を中止しなければいけなくなった場合の暗号は、利根川下れです。奇襲攻撃が十分でなかった場合の暗号は、川川川だったそうですね。昭和天皇が玉音放送でお話しされている時の言葉ですね。深く世界の体制と帝国の現状にっていうあれですね。ここにですね、有名な言葉があると思うんですけども、大型気を耐え、忍び型気を忍び、持って万世の民に太平洋を開かんと干す、ね、ありますけども、書いてありますよ、日にちが昭和20年8月14日。貴重ですね、貴重です。本当に1階にはさらにですね、こちら台所となりますけども、すごいですね。当時はこういう感じだったんですね。なんかね、こういう電気とかも本当に全て含めて、当時こうだったんですね。本当にこういう感じだったんですかね、当時って。いやー、すごいな。こっち側になんかもう一個お部屋がありそうですね。このさっきの寝室の裏ですね。ここはトイレは使用しないでくださいということでね。で、一応ここがトイレだったんでしょうね。おー、あ、当時こういうトイレだったんだ。わかります？すごくないですか？女性用と、まあ、あと男性で大きいのをするときということですかね。ちょっとなんか開けさせていただきますけど。おー、こういう感じだったんですね、本当に。いやー、すごいなー。おトイレはね、ここではしていきませんけど、近くに公園があるので、本当にトイレをするときはここではしないようにということですね。ではですね、1階見終わりましたので、2階の方行ってみましょう。楽しみですね。行きましょう。あ、結構急ですね。結構9階、ここにも書いてあると思うんですけど、結構9階なんです。こちらがですね、山本元帥が勉強していた部屋です。結構狭いですね。本当に狭いです。これ当時の写真じゃないですか。山本元帥の部屋の。本当にそうですね。ポスターがいっぱい貼られてますね。なんかそういうのがお好きだったのかもしれないですね。ということでですね、ちょうどお昼になりまして、こちらですね、長岡駅まで戻ってまいりましたけど、居酒屋さんですね、いちかさん入ってみようかなと思います。ランチがね、やってるのでね、ここにしようかなと思っております。居酒屋でもランチやってくれるのはありがたいですね。こういう感じでですね、なんか牛サーロインステーキ定食が1日限定5食みたいですね。こちらですね、新潟に来たかった理由、これです。はい、日本酒、吉野川ですね。長岡のね、お酒らしいんですけども。お皿めっちゃ可愛いですね。うん、まめちゃくちゃうまい。水を飲んでる感じですね。本当に美味しい。ありがとうございます。最高ですね。やってまいりました。唐揚げ定食にしました。ご飯は1杯目おかわり、1回目なら無料でできるそうなので、まあ間違いなく食べるはしますね。外はサクサク、中はジューシー。本当に美味しいですね。ご飯もコールぐらいいっちゃいました。ご飯おかわりしました。大盛りでいただきました。いただきたいと思います。最高だね。この唐揚げ丼みたいな感じで。いただきます。ということで、すべて美味しくいただきました。いや、本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。こちらがですね、川西屋本店ということでですね、
1890年に創業してからですね、現在も続いてるんですけども、山本元帥がもう愛してね、この長岡に帰ってくるたびにですね、ここのね、塩まんじゅうを食べてたということでね、僕もね、今日食べたいなと思ってね、今日ね、実はですね、本当は月曜日、定休日だったらしいんですよ。しかしですね、まあ、ご厚意というか、本当に、感謝しきれないんですけども、作っておきますということで、まあ、本当に、ありがとうございます。ホームページからでもですね、オンラインで、購入できますので、ぜひですね、食べていただければと思います。山本記念公園に戻ってきまして、こちらですね、塩まんじゅういただきました。本当にありがとうございます。ああ、そして、あったかい。これ多分今作っていただきましたね。ありがとうございます。山本元帥はですね、もともと大の甘党だったんですけども、やっぱ戦時中ということで砂糖の配給も少なかったんですけど、ただやっぱ軍人さんの階級が高いほどですね、砂糖の配給もね、あったということで、映画でもね、あったと思うんですけども、このね、まんじゅうに、ね、お水と氷とね、砂糖を入れてね、食べてるシーンあったと思うんですけども、山本元帥がね、考えたそうですけども。じゃあ早速いただきます。本当にあったかい。中はですね、このように、ああ、結構、あんこがパサパサなんですね。はい。このようになっております。うわうわ、ちょっとこぼしちゃってる。しかし、このような感じです。せっかくなので、いただきましょう。食べてみたいと思います。本当にしょっぱい。甘くはないですね。本当に当時これを、山本元帥が食べてたんですね。いや、なんか、本当に嬉しくて。なんか、受け継がれてるんですね。こんな感じで。今日休みだったのに関わらず、作っていただいて。ずっと食べたいと思ってた。どうせ絶対これ食べたいって思ってここで食べたね、明治からずっと続いてる味をこうやって目にいただけたこと、本当に感謝だって思います。本当にしょっぱい。鹿児島のチルにいた時も、トメさんに受け継がれてる味、富谷食堂に行った時もですね、感情が込み上げてくれて、なんか受け継がれてるもの、受け継いでここまで来てくれてること、やっぱ感謝だなっていうか、出来立て作ってくれて本当にありがとうございます。本当に何でも揃える時代に感謝だなって思いましたね。ご飯も美味しいもの食べれるし、服だって好きなものを着れるし、やりたいことだってやれるし、本当に美味しくいただきました。塩まんじゅうですね。ちなみになんですけども、こちらもう一個、購入しました。これは薄皮まんじゅうだったかな？皮がね、確かお醤油なんですよ。せっかくなんで、中開けてみましょうか。この皮、これ、これも本当にほかほか、あったか、てか熱いぐらい。わ、これは、こしあん、粒あん。こしあんですね。美味しそうですね。これは甘そうです。いただきたいと思います。じゃあ、いただきます。美味しい。甘い。皮が醤油味というか、本当にちょっと薄い醤油味で。で、中は、あれですね。本当にコシアン。本当に甘い。美味しい。ちょうどいいデザートになります。美味しい。ホームページからだと、他にもですね、購入できますので、もしよかったら本当にね、買っていただければと思います。こちら、やってまいりました。旧中島浄水場ということで、もう目の前にね、なんかすごいものが立ってるんですけども、こちらはですね、1927年の昭和2年に完成し、1993年、平成5年までですね、使われていた場所となります。こちらにもですね、長岡空襲の爪痕が残っているんですけども、奇跡的に4箇所残りましたので、そちらをですね、紹介していきたいと思います。普段は鍵がかかっているんですけども、今回ですね、特別に内部を見学させていただくことができました。では早速ね、紹介していきたいと思います。こちらがですね、ポンプ室となります。これ見た目ですね、2階に見えるかなと思うんですけども、実は1階です。ここはですね、すべてこの登録有形文化財ということで、まあ国民的な財産ということなんですけども、この第15号、この第15号っていうのは北海道から数えて新潟が15番目っていうことですね。で、この382から384号っていうのはですね、これが新潟での382番目ということですね。ではですね、こちら早速中入ってみましょう。ということで、ポンプ室の中入ってまいりました。すごいですね。このように当時のまま残されております。もちろんですね、この辺の展示物は当時のままではないんですけども、一部ですね、当時のままがありますので、少しご紹介させていただきます。このタイルですね。このタイルと、そこの、この台ですね。この機械はもう当時のものではないんですけども、この機械に乗っている台と、こちらですね。これは90年前の当時のものということでね。本当にすごいですよね。当時のやつがこれですね。まさに。すごいですよね。
本当にだから下のタイルと見てわかるかなと思うんですけども、そのまんまですよね。さらにこの下ですね、一個下にですね、下がってまいりました。ここにお水があるんですけども、このお水がもう本当に当時のままということで、いやー、すごいですね。こういうのがまだ残ってるのが本当にすごいですけど。で、ここも同じですね。タイルとかは当時のまま、台も当時のまま、機械は違うということで、中はこのようになっております。ここがですね、監視塔となります。もう監視塔の名前はそのままですね、監視をしていた場所となります。現在はですね、パネル展示などを行っております。建てた当初っていうのは、前がポンプ室、後ろが、あそこに分かります、ちょっと見えるの、予備発電機等室なんですけども、ここにね、もともと廊下もあったみたいですよね、この2つをつなぐ。もう現在はですね、もう撤去されちゃってるんですけども、当時はね、廊下とかもあったそうですね。では、こちらもですね、今から見学してみましょう。ということで、中入ってまいりました。当時はここでもね、ちゃんと使われていたということで、すごい場所ですよね。これが当時のできたばっかりの写真で、上空から撮られたやつですね。ここにタンクあると思うんですけども、すごいですよね。もうまんまですもんね。長岡駅の近くだったみたいなんですけども、撮影が昭和6年ですね。だから1931年頃ですね。こちらが予備発電機室とですね、もう目の前のこの青い扉ですね。これはもう当時のままと。そしてこの中にはですね、長岡空襲で焼夷弾の跡が残っておりますので、早速こちらも中見てみましょう。実際に中入ってまいりました。すごいですね。本当にこの当時のままを感じていますけども。これはですね、停電した時にですね、そのポンプ室の機械を動かして水が止まることを防いでいて、発電機ということで、これに2機あるんですよね。こちらがですね、その当時のですね、焼夷弾ですね。このようにね、展示されております。わかりますかね？突き抜けてるんですよね。ちょっと白くなってる部分とか、あれがまさに焼夷弾がね、跡なんですけども、本当にこうやってね、78年経ってもね、残ってるっていう、まあ、本当にすごい悲惨なね、状況を感じられますけども、当時がね、この機械のような感じでね、2機あったんですよね。今は1機だけで、で、奥に常駐してるんですけども、ちょっと今そこ行きましょう。こちらにもですね、もう1機あります。この鉄のやつですね、窓の鉄のやつ、これも当時のままです。ちょっとね、やっぱり時間が経ってるだけ、新しさは感じないんですけど、でもそれがね、本当にありがたいですよね。残していただいてて。こちらが長岡空襲ということで、この二人が今日ね、担当していただいてる方のご友人だったそうです。こちらがですね、水道タンクとなります。いや、めちゃくちゃでかいですよね。高さはですね、41.5メートルあります。そしてですね、本当にこれがですね、96年前に作られたものです。すごいですよね。いや、本当にね、感動と感謝ですね。こちらですね、さっきのですね、同じく有形文化財なんですけども、同じく第15号ですね。で、ここだけはですね、0002号です。2番目ってことですね。ということで、この内部見学してみましょう。行きましょう。そしてですね、こちらが水道タンクの内部となります。すごいですね。当時のままです。矢印があると思うんですけども、お水をここから運ばれてきて、で、左にあると思うんですけども、こちらですね、ここから下に流れてくると。で、ここから家庭のお水として使われていたと。この鉄塔自体はですね、当時のままです。すごいですね。本当の色っていうのはこの色ですね。当時かな、この色です。すごいですよね。で、今は行けないんですけども、本当だったらこの上から登って、上をね、見学もできたみたいなんですけども、今現在は、まあ、危険のため立ち入り禁止になっておりますけども、上こんな感じです。ということで、やってまいりました。こちら山本五十六記念館ということでですね、こちらもですね、山本元帥にかかる資料残っておりますので、ね、早速見学していきたいと思います。楽しみです。時間はですね、午前10時から午後5時までです。そして入館料、大人が500円で、小中学生は200円となっております。休館日はですね、年末年始ということで、月曜日もね、ちゃんとやってるってことでね、行ってみたいと思います。写真から全て撮影禁止だったので、中はですね、お見せすることできませんでしたが、山本元帥が乗ってた撃墜された戦闘機の左の翼がですね、展示されていて、訪れる機会がありましたら、ぜひこちらも寄ってみてください。はい、ということでですね、長岡駅に戻ってまいりましたけども、いかがだったでしょうか？僕自身もですね、伝えたかったこと、見せたかったこと、そして食べたかったこと、なんかもう全てがこう凝縮できたなって、本当にその思いでいっぱいです。感動の連続だったなって思います。本当にありがとうございますって感じでした。本当に人も温かかったしね、もしね、この動画良かったと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。コメントなどもですね、一言いただけるだけでも非常に励みになりますので、今後ともですね、応援の方よろしくお願いいたします。今日はですね、このままですね、夜行バスで東京にまた帰ります。またね。